はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、7月の13日に診断が実装されるということで、本日はですね、新パックの、テーマを、使ったデッキをね、デッキレシピ付きでもバッと、ざっと紹介していこうかなというふうに思っております。ちょっと一本一本動画作るの時間かかるんで、どんな、ざっくりどんな形になるのかなっていうのをちょっと先にお伝えしていこうかなと、そういった動画ですね。はい、一応ご紹介させていただくのはラビリンスと、ジェネレイドと、それから暗黒界と小悪魔、この4テーマについて、ある程度普通にランクマとしてランクマで使えるデッキプラス、クソみたいなデッキいわゆるクソデッキ、を、いくつかご紹介していこうというふうに思ってます。まずはですね、真面目な、ラビリンスから。これ多分ね、めっちゃ強いとは思うんですよね。OCC の方でもね、結構そのいろんな CS とか優勝したりとか、してるレベルのデッキではあるので、これ非常にポテンシャル高い、環境にも、顔を出すんじゃないかと、いうふうに言われているデッキなんですけれども、家具型と言われてるあのタイプの、ラビリンスですね。ラビリンスはレディオザラビリンスが追加されて、めちゃくちゃ強い動きができるようになってるんですけども、診断のざっくりとした解説動画はね、またちょっと別途出してますんで、概要欄に貼っておきます。で、家具、いわゆる家具と呼ばれる、こういうシャンドラーとか、あとそれからどれやこれがですね、ストービー、ストーブとか、電気、この辺のモンスターたちがどういうことを持っているかっていうと、手札からそのぶん投げることによって、手札を1枚捨ててぶん投げることによって、手札デッキからラビリンス魔法トラップカードをセットしますよという効果がありまして、これでね、ラビリンス魔法トラップ、ビッグウェルカムラビリンスというね、この新規カードを置いていくことになるんですけど、これがめちゃ強いんでね、これをね、要はね、即座に置いて、で、即座に発動していく、トラップデッキって遅いんですよ、とにかく。先行取られると結構負けちゃうじゃないですか、トラップデッキって遅いから。そのワナパカしない限りはね、永続、強い永続トラップカードとかを。それを解決できるのが、この家具と呼ばれている、このラビリンスの魔法トラップカードをセットするモンスターと、あとこれです。これ。クックロック。これ何するかっていうと、手札からぶん投げると、セットしたトラップカードを発動できるようになりますっていう効果なんですね。自分のフィールド上にラビリンスモンスターが、存在していれば。はい。だから、クックロックぶん投げて、この家具の効果を使うと、一応クックロック君がね、手札のカード捨てられると、ラビリンスカードの効果で、特徴ができるっていう効果があるんですよ。だから一応ね、条件満たせるんですよね。この一番のね、条件がね、ちょっと癖あって、即座に打てるの条件がありまして、ラビリンスモンスターがいる場合じゃないと打てないんですよ。だから、クックロックぶん投げて家具を、発動するとクックロック蘇ってくるから、墓地から。だからもう即座にビッグウェルカムとか打てるみたいなね、そんな感じのコンボになってるんだね。これを使うとね、一応ね、相手に先行取られても、一応先行1ターン目からラビリンスを展開していくみたいなこともできるんでね、はい。こういう動きをねしていくと、一応その遅いという、トラップカードだから遅いという部分がちょっと改善されて、早く回すことができるようになるので、速度感が出ますね。はい。でね、この正義の罠デッキなんですよ、ラビリンスって。正義の罠デッキなんで、永続トラップとか入れても、スキドレとかも別に強いし、午前試合とか軍用核みたいなカードも強いと思うんですけど、今回正義の罠デッキを、体現しますんで、一応正義カード、ドラゴンパニシメントとか、次元障壁とか、強制出し装置みたいなカード入れてます。これピン差しでいいのはなんでかっていうと、ビッグウェルカムで、セットできるから、通常トラップカードの、交換チェーンして、違うカード名の通常トラップセットできるんで、これね、ピン差ししとけばいいです。基本的に打ちたいカードはだピン差ししとけばいいから、この辺の強いトラップカードをピン差ししておけばいいという話ですね。で、手札コストになる、モンスター、強いモンスター入れとくと、この手札を捨てるモンスターたちの効果で捨てて効果ができるんですよね。だからね、最近 OCG で話題になっていたのはタックルセイダーこれなんかそのラビリンスの効果で捨てられて、裏側守備表示に月の章みたいな効果打てるから、あと魔法トラップ戻せるし、なんでね、これね、結構強いくて、なんか高騰してるんですよ、OCG では。ちなみにマスターデュエルだと、このカード、ノーマルカードなんで、めちゃくちゃ安いんでね、これ入れとくです。あと、ムドラケルドとかね、この辺のモンスターたちは捨てて、墓地メタできるんで、強いかなと思って、先行1ターン目からでもね、一応、核と一緒に引ければ強いので、入れてます。はい、そんな感じですね。
あれエクストラデッキほとんど使わないんで、あの強欲で金満夏棒はもうガン詰めしてあのドローしていこうと思ってます。ここにうらら打たせたいです。ビッグウェルカムとかウェルカムラビリンスにうらら打たれるのめっちゃきついんで、このデッキマジきついんですよ。だからまあ強欲で金満夏棒に打たせたいみたいな感じですかね。お次はですね、コアクマラビュリエンス、まあ、これ診断で追加されるテーマとテーマ合体させたデッキなんですけども、これ結構楽しい動きできるんですよね。コアクマ自体が、まあ、あの通常トラップカード落とし穴とかって基本的に通常トラップじゃないですか全部。例えば狡猾の落とし穴とかね、こういうカードめっちゃ強いんですけど、この辺のカードとかって通常トラップなんで、一応ラビリンス君とねめっちゃ相性いいんですよね。レディーピン刺しとかでも全然仕事すると思うんですけど、今回はちょっとがっつりあのラビリンスカードをいっぱい入れてまして、これ何ができるかっていうと、このアリアーヌっていうモンスター、これが手札かフィールド上にセットされたカードの中から通常トラップカードを墓地を送る と、デッキから悪魔族レベル4以下出せるよという効果がありましてね。で、アリアーヌ、まあ、あんま採用、普通の準構築だとあんま採用されないようなものなんですけども、アリアーヌでこの、アリアンナ出してきて、でラビリンスサーチできますと、ラビリンスカードサーチできますと、こうするとレベル4か2体並ぶんですね。でしかも特になんか縛りつきません。特になんか これ以降なんか悪魔族しか出せないとかいう縛りはつかないんで、だからこの効果を使ってレベル4、2体並べることができると何が起きるかっていうと、コアクマのね、このシトリスってやつね、これ汎用なんですよ。レベル 4×2 で作れて、で、コアクマ持ってくれるっていう効果があるんですね。だからシトリスを、セラーに変えて、で、持ってきた機能出すと、機能っていうのは特殊ができるモンスターなんですけどね、これコアクマやると特殊ができるんですけど、この動きするとですね、コアクマムーブに、なんかラビリンスかと思いきやコアクマムーブみたいなのができるんですよね。だからまあレベル4に対並べば一応コアクマムーブできるんですけど、あのセラのコアクマの効果を昨日のコアクマであの起動していけるんで、一応ねトラップカードがね手札に2枚くらいあると、ラビリンス使ってコアクマのムーブしていけると、でさらにラビリンスの効果使ってるんで、レディとか特殊召喚できるし、あとレディの効果でねホールティアの効果が起動した時に反応して通常トラップできるんですよ。これ通常トラップカードを発動したときにそれに遅延することによって違うトラップを置けるよっていう効果なんですけど、セラがね要はホールティア持ってくれるから、これ他のコアクマモンスターの効果を発動したらデッキからホール通常トラップカードセットできるっていう効果あって、で、ホールがこれなんですけど、これセットした段に一応通常トラップ捨てると発動できるんですよ。だからここにねレディが遅延できたりするんで、結構ねぐるぐる回りますこのデッキは。なんかそのコアクマってイメージ的にはあんまり展開デッキじゃないイメージ皆さんお持ちかもしれないんですけども、このデッキはですねゴリゴリに展開します。ちなみにこの、ラビレンスラビリンスっていう効果の自分が、ラビレンスカード以外のトラップを、発動したら手札墓地から悪魔族特殊召喚っていう効果も、これも展開に関与してきて、これをさっきの、アリアンナで持ってくれば一応展開札にもなるみたいな感じですね。だからね、うまいことがあるとレベル4モンスターがめっちゃ並ぶみたいなことができるんで、エクシーズモンスターとかで攻めていけるみたいな感じになりますね。はい。まあ、コアクマとラビリンスの相性はめっちゃいいです。狡猾にチェーンして、次のターンの凶悪の落とし穴セットとかできるからね。で、しかもセラの効果も発動して、なんか、さらにトラップセットみたいな。トラップどんどん増えていくみたいな感じになるんで、めちゃくちゃ強いですね。お次は、アルティメットクソレッキアンです。ラビリンスを使った。ラビリンスってレディがめちゃめちゃに強いので、レディのね効果で2トラップカードセットできるからさ、その効果をね使っていくと、なんか本当にいろんなことできるんですよ。通常トラップカードであれば基本的には何でもセットできるんでね、この3番の効果が。で今回は何をセットしていくかっていう話なんですけども、これ何したいかっていうと、前半ですしたいんです、相手の手札を。かく乱作戦とかね、これ、相手は手札をデッキに加えてシャッフルした後に、元の手札の数だけドローするっていう、まあ、基本的には、まあ、打ち手の小槌みたいなリロードみたいな効果してるカード、まあ、あと同じような感じの、カードで、このトリックスターリンカーネーションとかね、これも同じような感じで、手札全部除外して、枚数分だけデッキからドローみたいなカードなんだけど、この辺のカードを一応ね、セットしていったりとか、あとね、ハオーリの魂っていうね、これセットしていきたいんですよ。これ何がしたいかっていうとね、ザークっていうねモンスターのねペンデラム効果、これがめっちゃ強いんですね。実はこれ皆さん、ハオルの魂で出てくるシーンしかまあ見たことないかもしれないですけど、このペンデラム効果マジで強いんです。まずペンデラム上に存在する限り、相手フィールド上の融合シンクロエクシーズモンスター効果発動できないと最強で、一旦に一度
相手がドローフェーズ以外でデッキからカードを加えるとそのカード破壊できるよと。だからね、これあのザークの有名なコンボでかく乱作戦とかリインカーネーションみたいなカードの効果でドローフェーズ以外で打つと、あの引いたカード全部破壊できるんですよ、ザークが。これがね意外と決まるようになりました。これ結構コンボパーツ多くて、今までは結構成功確率低かったんですけども、まあレディーとか来てくれたんでね、結構トラップカードセットしやすいんで、ハオリの魂とか、かく乱作戦とかをかなりセットしやすくなってまして、この、 あのコンボが現実的に成功するようになっております。はい。というわけで、まあ何をしたかっていうと、ハオリの魂のザークで、相手の手札を全部破壊するというコンボをラビルスを使ってやっていくというクソリキでした。お次は暗黒界ですね。未開域と組み合わせるのが一番強いと思います。基本的にはやっぱね、暗黒界のデッキの課題って何かっていうと、手札を捨てるカードと捨てられたら効果発動できる強いカードを合わせて引かないといけないっていうところなんですよ。まあ一応ね、暗黒回廊っていう、まあ今年の4月くらいに出たカードが、まあ、来るとちょっと安定感増すんですけど、多分来ないんですよね、マスターデルには。まだ今年4月だから、まだ7月には多分ね実装してくれないと思うから、だからねちょっとね強化パーツ若干来ないと思っていて、そうするとあのね、安定感が若干気になるところではあるんですよね。未開域とか入れない限りは。未開域を入れると何ができるかっていうと、あの捨てるカードが増えるんで、手札を。まあ、あのコンボパーツをね、強引にかき集めるということができるんですよね。まあ、一番強いのはね、やっぱりね、このセルリっていうモンスター、これなんですよ。こいつがキーなんですよね、暗黒界の。これ、手札から捨てられると、相手フェード上に特殊召喚できて。で、暗黒界カードの効果で特殊召喚に成功した場合に、相手は手札を捨てるよという、あの効果を起動できるわけですよ、これ強制で。だから相手の効果で手札を捨てるっていう動きができるんですけども、この動きをしていくことによってアドバンテージがかなり増えるんです。まあ、例えば、まあ、捨てられて強いモンスターの候補だと、まあ、レインとかね、これ新規モンスターなんですけど、相手の効果で捨てられると、デッキから、レベル5以上の暗黒界モンスターというのに加えながら、デッキ墓地からレベル4以下の暗黒界を特殊召喚できるみたいな効果とか、あとケルトはどれだ、これだ、これ、これはこう相手のここで捨てられると、こいつ特殊召喚しながら、デッキから悪魔族モンスターを、自分または相手フィールド上に特殊召喚できるという、ケルトでね、あのセルリーをもう一回相手の場に送りつけるみたいな動きもしていきますし、ね、レインとかケルトって別に相手の場に送りつけることもできるんですよね、あのモンスターを。だからセルリーの効果で捨てられたレインとかケルトは一旦相手の場にもう一回セルリーを送りつけて、なんかセルリーの効果を無限に使っていくと。まあ、こういう動きをねしていくと結構アドバンテージが増えます。で、あの相手の盤面にね、あの出てるセルリーはあの G ランティスで回収すればいいからこの最強モンスターね、この実質暗黒界モンスター、相手のフィールド上のモンスターをもう一回自分の場にあの呼び戻すという最強の動きが、これねできますので、まあ、この G ランティスとセルリーはめちゃくちゃ相性がいいです。で、盤面ね、どういう盤面になるかっていうと、あの基本的にはね、あの強いリンクモンスターを並べていく、まあ、制圧していく感じになっています。先行デッキですね、基本的には。後攻はね、やっぱね、誘発がね、ほとんどね、入ってなくて、これなんでかっていうと、やっぱね、弱いんですよ、誘発入れとくと。あの、事故るし、結構暗黒界デッキって、未開域プラス暗黒界っていう手札にしないといけないから、やっぱ誘発が邪魔で。で、ここ、増殖打たれたら、ちなみに、あの、デッキアウトできるから、展開力すごすぎるから、あの、相手のデッキ、枯らせるんですよ、特殊召喚だけで。ものすごいするからね、特殊召喚。だから、まあ、増殖してればいいとして、裏とかはまあそこそこきついんだけど、ただね、こっちはね、誘発入れてるわけないんだよね、あんまり。だからもう、なんか、誘発はもう無視してね、まあ、高校はなんか、気合で乗り切っていくという感じの構築にしていて、まあ、先行は、あの、なるべく事故ないように組んであります。で、手札を捨てるカードがね、やっぱね、問題で、まあ、門っていうね、このカードはめっちゃ強いです。これなんでかっていうと、新規モンスターのゼンタっていう、これでサーチできるようになっていて、手札からこれ捨てるとね、モンサーチできるっていうね、ガチでやばい効果ありまして、これなんと1ターンに1の制限ついておりません。2番はついてます。一応1ターンに1回しか特殊召喚できないけど、なんか1番のこのなんかアゴカのモンサーチに対しついてなくて、アゴカ行って場に出てきたモンスター戻して特殊召喚するじゃないですか。グラファーとかの効果でね、グラファーとかレインってあのフィールド上のアゴカ戻して特殊召喚できるから、だから全体を回収できるんですよ、あの盤面に残ってる。だからね、もう一回モンサーチしてきてみたいな動きできるんで、一応モンが連打できたりとか、あとね、手札捨てるカードだと、当局っていう融合魔法ね、速攻の、これ手札捨てで融合できるんですけど、これとか、あとは援軍とか
墓地の悪魔族特殊召喚しながら手札から悪魔族捨てるみたいな効果とか、これの効果を使ってね、あの捨てていきたいんですけど、ね、暗黒界の取引はね使ってた感じ弱かったですね。なんでかっていうと相手の手札も強くなるから、取引がちょっとやっぱ使いづらくて、まあ、取引使わないとなると、まあ、この辺のカードとあと未回帰ですね。未回帰たちはね入れないとね、でもね捨てるカードが足んないんだよね。捨てるカードがとにかく足んない。なんか未回帰いなくて暗黒界だけのハンドって弱いんですよ基本的には。やっぱ捨てるカードがないから自分たちの効果で捨てられないじゃないですか基本的にはね。だからなんかね魔法カードを系をね引っか未回帰を引いていく必要があって、まあ、これだったら結構バランスよく捨てるカードと捨てられるカードが揃うので常にね。なんで、まあ、結構未回帰は入れた方がいいですね。でエクストラデッキのモンスター見ていただくと分かるんですけど、結構キモい場面になりまして、まあ、トライゲートウィザード相互リンク、これ何でも効果無効にして除外とか、あと、まあ、トロイメアグリフォン、これリンク状態相互リンク状態かリンク状態でないモンスターが効果発動できないとか、それから、まあ、グラファーですね。これ相手 のカードの効果書き換えるという、効果ありまして、これのモンスターが並んでいくことになります基本的には。はい、なんで、まあ、どっちかっていうとグラあのシルバーでハンデするっていうよりかは制圧盤面を基本的に敷いていくという感じの、デッキになるかなと思いますね。でデスキャスターが来るかどうか分かんないんですけど、これ来てくれないとちょっと話にならなくて、これ実質暗黒界モンスターなのでこれめっちゃ強いんですけど、自分のフィールドをあこちらこっちこっち2番か手札を効果で捨てながら、対象の墓地の悪魔族を特殊召喚できるというモンスターがありまして、これめっちゃ強いんですよね。これ実質暗黒界モンスターなんで、まあ、これ来てくれないと話なんだけど、まあ、これ来てくれるんだったらまあ回しているかなといったところですね。はい、あとは暗黒界以外に未回帰入れとくとキュリオス出せるんで、キュリオスで当局捨てる墓地に送ると当局がね墓地から除外して手札捨てることできるんですよ。で回収するっていう、これめっちゃ強いんでね、まあ、キュリオスはあった方がいいかなと、はい、いう感じです。でクソデッキのご提案なんですけど、ネコマネキングっていうモンスター史上最強なんですよ。これ宇宙最強の効果してまして、相手ターン中にこのカードが相手の魔法トラップモンスターの効果で捨てられたら相手ターンを終了するっていう効果あるんですけど、ねネコマネキングをねグラファで捨てるっていう激ヤバコンボがねグラファが手札を捨てるよっていう効果に書き換えることができるじゃないですか。だからネコマネキングを捨てさせる効果に書き換わりまして、相手ターンが終了するんです基本的には。だからなんか相手がなんか適当なカードの適当なカードの効果を発動したらネコマネキング捨ててはいターン終了っていうことができるんですよねこれをしたいデッキです。このデッキは基本的にね、ネコマネキングをねサーチ したりすることは一応できるんですよ。デスガイドとか入れて、デスガイド入れてでなんかクリッターとか特殊召喚してリンクスターにすればネコマネキングとかサーチできたりするんですけどね、サーチした後にね未回帰発動すると捨てられちゃうからね、ここ微妙なんですよね。暗黒界だけで回すんだったら一応未回帰の効果みたいにランダム要素がないので、未回帰ってやっぱランダム要素があるんですよね。ランダムに捨てるっていう、だから確定で捨てられないっていう、まあ、これが弱点で、だからねちょっとね未回帰とねネコマネキングサーチとの相性があんま良くないという話があって、最初とデスガイド入れて回してみてたんですけど、ちょっといまいち決まんねえなってなって、まあ、未回帰やっぱねあった方がいいんですよ。暗黒界はマジでここのモンスター実質は本当暗黒界モンスターみたいなもんなんでねなんで未回帰は多分あった方が良くて、そうするとやっぱサーチするのちょっと微妙だなってなって、一応まあガン積みして対応しようと思ってます、個人的には基本的には。はい、さてお次はね小悪魔ですね。春化粧とはちょっと決別をいたしましてですね、まあほぼ純正の小悪魔デッキを、まあ、一応作ってきました。一応ねピン差しでレディ入ってますけど、まあ、相性いいんで通常トラップ発動したら出てこれて、なんか壁にもなるし通常トラップセット生きる効果もあるしっていうことで、これめちゃくちゃ強いので、まあ、一応レディはちょっとピン差しで入れてはいるんですけど、まあ、ほぼ小悪魔純正で組んでおります。やっぱねホールティアがめっちゃ強いんですよね。手札通常トラップカード捨てて特殊召喚できるよっていうこの効果がもう本当に強くて、これねやっぱね革命なんですよ。でこれをセットできるからね、セラでセラの効果が、まあ、要は小悪魔モンスターの効果発動したらデッキからホール系の、通常トラップか落とし穴通常トラップセットできるっていう効果で、これでホールティアセットできるからもう即座にトラップカード打てるんですよね。今まではそのシェードブリガンダインっていう、まあ、このテーマ外のカード
まあ、ファントムナイツのカードであの代用してたんですよ、ゴストの動きを。だけどサーチができない、シェードブリガン内は。でもホールティアはサーチができる、これはめちゃくちゃ強いです。でまあ、ホールティアをガンガン打っていって、まああの効果を起動していきたい、セラの。あのね、これね、かなりね、なんだろうな、展開力が上がっております、一応。ね、今までのデッキと比べると。春化粧入ってないですけど、ね、小悪魔の効果だけで展開できるようになってまして、やっぱね、機能なんですよ、機能。これがめっちゃ強い。小悪魔モンスターが存在しているだけで、自分相手のメインフェーズに手札から特殊召喚できるという効果。まあ、ちょっと縛り入っちゃいますけど、エクストラデッキの特殊召喚にね、縛り入っちゃいますけど、特殊召喚できるという効果。だから、ランカが初動になります。はい。今まではランカで持ってきても別に持ってきた小悪魔なんか出せないしなみたいなあのところが、ありまして、春化粧とか入ってたんですよ。だからね、なんですけども、これ召喚成功したら小悪魔持ってこれるから即座に機能持ってきて特殊召喚っていうことができるんで、まあ、ランカをあのセラに変えればもう即座にランあのセラの効果が起動できるということで、ランカが初動になり得る。で、あとね、新しく追加された、プティカ、これですね、これが、召喚成功時小悪の園っていう、フィールド魔法、これサーチできるんですけども、まあ、小悪の園が、召喚権追加できるんですよ、小悪魔モンスターを。だから、プティカが、小悪魔2体分になれるっていうことですね、基本的にはね。なので、これも結構強い動き。だからね、召喚権を使っていくんですよ、基本的に。召喚成功した時に効果発動できる、モンスターたちだから、プティカもランカも、そうだね、プティカもランカも。だから、まあ、ちょっと召喚した効果を使っていきたくて、まあ、構築はこんな感じです。でね、相変わらずやっぱね、あの貫通力が若干ないんだよね。まあうららとか無限保養とか、あの初動に打たれて止まっちゃう、展開が止まっちゃうとかいうこともあの起きえるので、だからその辺を貫通できるように、例えばパラレルエクシードであるとか、これ昔ながらの小悪魔デッキにいっぱい入ってるんだけど、あのパラレルエクシードとか、あとシェードブリガンダイみたいな、こういう、まあ、素敵したら一応あの誘発貫通できるよみたいなカードを入れて、貫通していければいいかなと、はい、思ってますね。でね、あの上振れると結構エクシズモンスター2体ぐらい出るし、例えばシトリスプラスフレシアみたいな感じにもなるし、あと、まあ、トラップカードが2枚3枚ぐらいセットできるみたいな盤面にもなるので、まあ理想盤面はクラリアステラ、なんかシトリスフレシアみたいな感じの盤面、結構ね、あの意外と上振れればなります。先行で作れます、その盤面を。で、クラリアが、まあ、トラップカードをね、あの発動したら再セットできるよっていう効果があるので、まあ、例えば狡猾をね、無限狡猾みたいな、狡猾打ってもう一回狡猾再セットみたいないう動きもできますし、まあフレシアで耐性付与したりね、あと、シトリスってやつが、まあ、何するかっていうと、小悪魔サーチ以外にも一応効果ありまして、なんかその元々の持ち主が相手のあるモンスターが、墓地を送られるか除外されると下に重ねるっていうことができるんで、まあ、これと、あ、デッドリシンとかとは結構相性いいです、これ。ちなみに、はい、あれ昆虫だしね、あの縛りの中で出したりできるんだけど、こういう効果使ってなんかプティカの効果とかで、まあ、除外したモンスターを、吸収していくっていう。プティカがね、特殊召喚成功した時の効果結構強くてね、これ特殊召喚に成功すると相手のフィールドの特殊召喚されたモンスター除外するっていう、一時的に。で、次のスタンバイフェーズに除外されてる自分のモンスター特殊召喚できるよって効果あるんだけど、これ除外したモンスターをシトリスで吸収してあげれば、特殊召喚できないという動きができるんで、まあ、プティカとのコンボみたいな感じも使っていきますね。やっぱね、一番強いのはね、狡猾やと思う、基本的には。やっぱ先行でも後攻でも強いトラップってあんまなくて、他のトラップカードって先行は強いけど後攻は弱いんですよ。でも狡猾ってフリーチェーンでいつでも打てるからさ、別に後攻でセットしても2枚破壊できるかもしれないし、強いじゃないですか。だからね、あのこれはね、あの最強なんで、まあ、このカードを軸に考えていきたいですね。で、実装されるか分かんないカードがあって、そいつがね結構キーカードになってくる気がします。バロメトっていう、これあの V ジャンプの付録なんですけど、あの OCG だと多分よこしてくれんじゃないかと思ってんだけど、これがね、あのね、トラップカードをね、自分の墓地のトラップカードを戻してワンドローできるんですよ、デッキに返して。だから狡猾のあのその起動条件って、自分の墓地にトラップカードが存在しない場合って強烈な縛りがあるんですけど、これをなんかバロメットとかで、まあ、整えていったりとかね、まあ、こういう動きができます。はい、あの今まではね、春化粧を使ってあのムドラキルドとか落としてね、ケアしてたんですけども、バロメットが出せるんで結構割とケアはできるかなっていうところで、この効果使っていきたいですね。で、ホールティア君の効果めっちゃ優秀でした。これ墓地落ちてもこれ除外すると自分の墓地の小悪魔を特殊化しながら自分が墓地から消えるんでね、だからトラップカードがないっていう状態にできるんですよ。
あの自分の墓地に。これがめっちゃ強いんで、まあ依然として僕は狡猾な落とし穴軸が好きです、小悪魔は。はい、まあ、あとはちょっとデュエルアカデミア数学科さんの構築を、まあ、待とうかなって思いますね。はい、で一応ね最後にねジェネレードレッキの、あのレシピもご紹介をしていこうというふうに思っております。ジェネレードはですね電脳界と、まあ、これあの解説動画のことでやりましたけど、電脳界とすごい相性がいいと思っていて、これなんでかっていうと結局そのバラの効果、これがっていうのは墓地からあの特殊召喚できるよっていう効果がありまして、まあ、墓地に叩き落とせるカードと相性がいいんですよね。まあ、単純に、ベアトリーチャとか、あと天使族なんで、まあ、デクレラディバイナーみたいなモンスターの効果とかと結構相性がいいんですけども、まあ、これを墓地に叩き落としながらこいつの効果自身で特殊召喚できるんで、まあ何らかのモンスター特殊召喚していきたいんですけども、やっぱね結局ジェネレイドのねもデッキって何が強いかっていうとね、これが一番強いんですよね。ジェネレードステージっていう、まあ、これ、まあ、どういう効果かっていうと、一応その一旦にちょっと相手がデッキからカードを手に加えるとドローフェーズとかに発動できるんですけど、デッキからジェネレードモンスターと特殊召喚できて、で相手のターンにジェネレードが出てくるとなんかトークンがめっちゃ出るみたいな、まあいう効果があって、まあ、これを使ってトークンをコストにしてジェネレードモンスターの効果を使っていくと。まあ例えばね、あのハールでモンスター効果無効にしたりとか、あ と,、ウートガルザーでなんか相手のモンスター除外したりとか、まあそういう動きをしていくんですけども、ね、これを持ってこれないとやっぱ話にならないから、まあ、ジェネレイドステージを持ってくるモンスターはやっぱりマルデルなんですよね。でマルデルを直接墓地に叩き落として特殊召喚できるモンスターがいまして、まあ、それがフヤジョなんですよ。これ、はい、フヤジョおよびベアトリーチェ、これ相性が良くて、じゃあ両方とも、これ両方ともどっちも、使えるデッキってなんぞやというところで、まあ、白羽の矢が立ったのが電脳界ですね。はい、電脳界ってのは、まあ、レベル6のシンクロ、ランク6のエクシーズ、レベル9のシンクロ、ランク9のエクシーズが、得意なんで、6、9が得意なんで。なんで、まあ、電脳界を使うと、結構簡単に、まあ、ジェネレードのムーブにアクセスできるかなというところで、まあ、このデッキと組み合わせてます。まあ、他にもね、召喚権結構使わないで展開というか、まあ、成立してるテーマなので、ジェネレードっていうのは。なんで、まあ、組み合わせは結構自由自在になってまして、なんか、まあ、ちょっと枠は結構取りますけどね、ジェネレード自体はね。ただ、他のテーマと組み合わせてることで、まあ、進化を発揮すると思います、ジェネレード自体は。だから、まあ、いろんな召喚獣と組み合わせる人もいるし、いろんなね、デクラリバイナーとかと組み合わせる人もいるし、なんかいろんな組み方があると思うんですけども、個人的には電脳界がやっぱ相性はいいかなと思ってる。まあ、VFD いないけどね。VFD いないけど。ただ、レイバーテインが強いから、レイバーテインが、これ新規モンスターなんですけども、これがね、解説とかでもやった通りなんですけども、レベル9のモンスターかける2体以上で作れて、でフリーチェーンで相手のカードを、吸収しながらジェネードエクシーズモンスターをエクストラから出すっていう効果がありましてね、素材の数だけ。まあ、だから基本的には2枚、まあ、いっぱい使ってれば3枚とか4枚とか、素材吸収できるけど、この3番の効果で、まあ、オルムガンド出すと。いや、やっとオルムガンドが使える日がね。これマジで使われてなかったんですよ。レイバーテインが来るまでは本当このモンスター誰も入れてなくて、デッキに。なんかジェネレードオルムガンドって誰ですかみたいな、ジェネレード使ってる本人でさえもオルムガンド知らんみたいなパターンがあったんですけども、これのねレイバーテインの効果によって一応、オルムガンドが活躍できる場ができたっていうのがいいところですね。はい、はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、ずっと永遠に一人回しをしているだけなんで、基本的には僕は診断のテーマのデッキとかはね、なんでちょっと調整甘いところがあると思うので、まあちょっと参考程度にしていただいて、ぜひね、ご自分でいろいろとね、こうで、あでもね、こうでもない、ちょっと調整していただければいいのかなと、はい、いうふうには思っております。皆さんもね、こういうなんかデッキとかこういうカードと相性がいいですみたいなご意見などありましたら、ぜひコメントで残していってください。はい、参考になりますので、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。